いっすね、3試合で見得点。いや、ほんまに怖い怖い。たまたまやから、まあしっかり続けていけれるように頑張りたいですね。あるんすかね、わかんないっすそれもたまたまじゃないですかマジか、連絡来た。いや、来てないです、来てないです。あ、そうだよ、あいつ住んでるやから、でも知ってても連絡してこないでしょ。杉岡です。ちょっとこうスルーして鈴木明人、奈良とのマッチアップ、鈴木明人抜けた、さあチャンスになるか、湘南鈴木明人、奈良が戻る、鈴木明人の折り返し、そして池田、早速湘南1点返した。池田の右足で1対1、すかさず追いつきました、湘南ベルマーレ。逆サイドにこぼれてくる感覚があったので、しっかりこうあのいいポジションを取って詰めれたんで良かったですし、まあ、ボールちょっとバウンド難しかったんですけど、しっかりボール見てあの逆サイドに枠入れれたんで良かったです。いや、秋人が突破するかなっていう感じやったから、もう突破してからはこれチャンスやなっていうのがあったから、まあ、しっかり入っていこうっていう意識はありました。いや、なんかね、早く誰かサポートしてくれと思ってかわせた瞬間クロス上げようかなと思ったけど、いきなりおらんかったからと思って、なんかスルスルなんかいけ出す。なんか誰キーパーかルキアンか分かんないですけど、ちょっと角度というか変わって自分のところ来たんで、しっかりボール見て流し込みました。あとはディフェンダーがこっち来てるの分かってたから、しっかりその逆打つことは意識しました。まあもう1点取れたんで、やっぱそっちの方が自分的にはあれですね、大きいですね。マサキが決めたら勝てないじゃん逆にねいや、でもあれ俺がスルーしたんですけど、マサキって。あ、そうです、そうです、そうです。どけ、スルーっていう声聞こえたからいつまでこいつ打つやねんけど、スルー来たからちょっとびっくりしたわよく譲ってくれたねまあサッカーのところは別に今去年あんま変わらないですけど、やっぱ気持ちの部分でやっぱ大きいかもしれないです。いいメンタルでサッカーできているんで、それが一番大きいかもしれないです。去年怪我長くて、まあ復帰して試合出て、まあ残留でしたけど、そこでいい感触得れて、まあ元々自信あったけど、さらに自信つけれたんで、それが大きかったかもしれないです。今年その4バックをやるにあたってすごいこれ質問されるんですけど、僕は別に4枚でも3枚でも特にやることは変わらんって思ってるんで、自分の持ち味出すところと、まあ、チームで求められてるところは別に4枚でも3枚でも出せるんで、特に変わりはないです。まあ福岡さんがこうああいう風なサッカーをするってのはまあ分かってましたし、まあそういう福岡さんの強みのところで1失点しましたけど、早い時間帯でそこでこう崩れずに、チームとして崩れずに、まあ、そこから2失点3失点せずに、まあ、しっかり追いついてたことは、まあ、ポジティブなところだと思うし、まあ、そこから勝ち越して逆転していく力には僕らにはまだなかったっていうところなんで、そこはまた課題として、取り組んでいきたいなっていうのは思いました。勝ち点1はポジティブに捉えれると思うし、まあ、それを次につなげないと意味がないと思うんで、まあ、しかフォームで勝ち点3取れるように頑張りたいです。